はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ今ですね、2023年に入ってから本当に多くのですね、暴露が続いていたいとか、あとは真実がね、次々と明らかになってきているかなと思うんですけれども、今回もですね、また例のあれ関連のお話をしていきたいと思うんですが、まあそれこそこの件に関しては2019年頃から始まり、まあ今に至るまでですね、まあ様々な猛威をですね、振るってきているのではないかなと思うんですけれども、まあそれこそですね、2019年から 22年ぐらい前で,ですかね、えー、かなりです、ね、激しい、厳しい言論統制だったりとか、まあ、変更報道などが、ねまあ、行われていたりとかして、まあ、一般的にというか、自分で自発的に他国の情報だったりとか、さまざ、あ、まな、ね、ことをキャッチしていかない限りはです、ね、まあ、国に手のひらの上で踊,踊らされてしまうような。 まあそういったことがですね、まあ非常に長らく続いてたわけなんですけれども、ここ最近はですね、そこに変化がありまして、それこそ日本国内とかもそうなんですけど、世界においても様々な有害事象のデータだったりとか、まあそれこそですね、もともと言われていた陰謀論だと言われてきていたようなことが、次々とこう明らかになってきてるわけですよ。まあなので、まあ逆に言うと、 まあそのね、思いのと部分から自分をね、守るようなことができる、まあ、情報というのは取りやすくなってきているのかなと思うんですが、まあ中にはもう時すでにお寿司みたいなね、状態になっている方も多,い多くいるのではないかなと思います。で、ただ、まあそのね、真実が明らかになってくると、まあ今までこのね、件に関して、まあ肯定派というかもはや推進していた連中だったりとか、まああとはですね、えーまあ、国とかもそうですけど、まあそういったね、 まあ、推進のね、流れを作っていた組織とかもですね、罰が悪くなってくるわけですよね。で、それに伴って、今ですね、現状ですね、例のあれを今まで推進してたやつらというのが、次々とですね、組織を解体したりとか、まあ、あとはですね、もうその件にす触れないみたいなね、発表していたりとか、おそらくこれから、まあ、そういったですね、真実というのはさらに、えー、まあ、す、え、べ、ー、てですね、こう、世の中にね、出回るんじゃないかということで、まあ、そのね、前段階で手を打ってるようなところなのかなと。 いうふうに思いますんで、まあちょっとね、まあそのまま逃がすわけにはいかないなというふうに思いますから、その辺のですね、お話を、えー、していくのとともにですね、まあ厚労省とかに関してもね、ちょっとね、頭のおかしいことを結構言ったりとかしてるので、まあその辺のね、お話ししていきたいというふうに思いますので。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、まず最初にこれがですね、今現状中国の方がですね、まあなんかこう、表、外見的にはですね、結構まあいい感じに見えてたりとかするところであるんですけれども、まあそれこそですね、 まあユニコーン企業をどんどん出,だ出していたりとかですね、まあ、すごいんですが、まあ、ただ内部がですね結構ガタガタなようで、ですね、えー、それに伴って、要するに国民からまあ国内のですね情報が漏えいされることっていうのをですね防ぐためのまあ中国当局が新たな言論統制を支持していると。 中国の現状の経済とか市場についての否定的なコメントを禁止するのとともに、あとは贅沢品の保持、あとは給与の公表なども禁じるということでですね、まあ、他国からのです、ね、見方っていうところをかなり、ねまあこうまあ、気を使っているというか,なんかこう、ね、隠そうとしているのではないかというところなわけなんですけれども、 で、それ以外にもですね、今現状ね、新たな、まあ、ウイちゃん騒ぎというかですね、まあ、そういったものがね、徐々に徐々に出てきていてですね、なぜか日本だけがするようなんですけど、まあ、中国の方ではね、凄まじい、えー、まあ、肺炎がですね、凄まじい速度で、まあ、拡大していっていて、まあ、それについてはですね、アメリカだったりとか、その他の国とかもですね、限界体制をね、まあ、敷いてるにも関わらず、なぜか日本だけがね、 まあそういった発表もなければ何の動きもないっていうようなね、形で若干不気味なんですけれども、まあそういったところでですね、中国今現状ですね、まあ凄まじく、えー、まあ打撃をね、受けているような状況になってきているんではないかなというふうに思いますね。まあこれに関してはね、一部の界隈からは自業自得やろみたいな、ねまあ、意見とかもね、結構あったりとかするんですけれども、ただ今現状ですね、この、まあ、中国からね、まあ出ているとされている、えー、謎の ウイちゃんですねその件に関するところが、まあ、これからのです、ね、大きな懸念になっているのではないかということで、なんかこう、まあ、聞いた話によると、ですねなんだかもう、て言うのまあ、例のあれをさらに強化したものが、まあ、混入しているのではないかというふうにもね、まあ、言われていたりとか、まあ、なかなかですね、まあ、あんま良くない、ね、情報が非常に多く出てきているわけなんですよね。 でまあ、今現状、それこそ例のあれをね、やったことによる、まあ、免疫異常だったりとかね、まあ、免疫の、ね、破壊だったりとか、そういったことが、ね、人体において起きているということで、まあ、非常にですね、芸能人とかもそうですけど、スポーツ界隈とか、まあ、そういった、ね、露,出露出のね、多いところでもですね、かなりね、えーまあ 病に、ね、倒れる方だったりとか亡くなられる方っていうのが目立ち始めてるなというふうに感じるところですね。でさらにそこのね免疫が下がっているところに対してですね新たな何かをねばらまこうとしているんだとしたらばまあ今までの非じゃないような被害になるんではないかなというふうに思うんですよね。 で、しかも、まあ、例のあリに関してはですね、まあ、結局のところ、もともと臨床試験とかそういったもので、まあ、やら、まあ、やられてたというか、あの、ほぼほぼですね、ええー、もうやられてないようなもんではあったんですけれども、臨床試験の段階で使用されたものとかとは全く違うものが世に出回っていったっていうね、こともライアンコール博士がね、 まあ言っていたりとかするということで、まあ段階を踏んでですね、人々からまあ免疫を消し去った上で次の本丸をですね、放つような、そういった動きになってるんじゃないかなっていうのが、まあここ最近の点と点をね、繋いでいくと、まあなんかそういうね、ルートが見えてきてるなっていうふうに思うんですよね。うん。 で、ただ、まあ、この件はどういうふうなね、えー、メリットというか、うん、まあ、人口削減というか、一体とかすると思うんですけど、それやってどうすんのっていうね、えー、ところなのかなと、えー、思うんですけれども、まあ、非常にですね、まあ、日本政府もですね、えー、まあ、そういったところに根深く関わっているのではないかというようなですね、まあ、動き方が非常に強く出てきているなというふうに思うんですよね。 で、それだけではなくてですね、まあ、こう、新たなね、ウィちゃんの話とかいろいろ出てきていたりとかするんですけれども、まあ、それこそ先ほどね、冒頭でもお話ししたですね、えー、かねてよりですね、まあ、推進してた連中というのが、次々と逃げ出し始めていると。で、これ、厚労省とかもね、例外なくやってるわけなんですけれども、もともと、心筋炎とかそういった部分に関しては、ごくましか、ごくまに起きる、起きるかもしれないけど、何の問題もないんだと。 えー、まあ、そもそもごくまでだから気にする必要がないんだみたいなね、話をしていたりとか、河野大臣に関しても、まあ、そんなものは別にね、あの、大したものではないという話をしてたわけですが、えー、世界的に今ですね、その心筋炎のですね、まあ、お話もそうですけれども、まあ、それこそ心臓溶けてたみたいなね、えー、話もですね、出てきていたりとか、もう本当にね、ただごとでは済まないようなね、事象というのが様々報告されてるわけなんですよ。で、そういった情報を受けてですね、あの、とうとう厚労省が、 あの、隠蔽しきれなくなってきたのかわかんないですけど、このごくまだったっていうことを撤回し始めたんですよね。で、それが何が理由だったかっていうと、医者たちが報告を上げていないだけだったっていう話をしてるんですよ。で、これが竹見大臣のですね、会見で言われたことなわけなんですけども、このクソハゲ、マジふざけてるのかっていうね、え、ところじゃないですか。 あの医者が報告を上げていないだけだったって、本当、責任転換もいいところだなっていうか、まあ、確かにね、医者とか、そういった立場の人とか、もうグルでやってる人たちはいると思うんですけど、ただ、中枢っててめえらだろうって、厚労省やろっていうねえ、ところかなと思うんですが、なぜかこいつらはね、そういったね、逃げ,逃げ腰姿勢をね、決めてるということでですね、 もう本当にね、どういうルートを歩んでいたら、こういうなんかログでもね、大人になっていくのかなっていう風なところで本当にこれ見たときはちょっとね、さすがに来ましたね。うん。で、まあ、しかもですね、まあ、それこそね、まあ、そういった、ね、発言をしてたわけなんですけれども、これにおいてはですね、全くテレビのメディアとかそういったところでは報道されてないんですよ。まあ、これから報道されるのかどうかっていうところもあるわけなんですけれども、 まあね、どん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 ね、えー、もともと推進していた、えー、ようなね、形だったりとかね、したわけなんで、そんなね、真逆のことを言い始めたりとかしたらね、それはまあ、批判くらいわなってね、ところですし、そもそも国もそうですけど、厚労省とかもそうですし、まあ、医者とかに関しても別に、あの、僕らの命に対して責任を持とうなんて意識は微塵もないわけですよ。むしろ今、亡くなっている方、死亡認定されている方というのが、まあ、厚労省の方でもまあ、認められていたりとかするわけですけれども、 あの、それに関しても、総数に対して死んでる人の数なんて少ないんだから大丈夫っしょ、みたいなことを河野大臣言ってますからね。本当にね、なんかもう、んなんか、本当に政治家になっちゃいけない連中がね、その立場にいるっていうのがですね、今現状の日本にね、はびこっている最も大きな問題点かな、というふうに思うんですけれども、まあ逆に言うと、まあこの心筋炎は、 あるんだということが一つ証明されたわけなので、まあ、今ね、もうすでに何発もやっちゃってる人とかもいるかなと思うんですけど、今、こういったね、情報を取ることによって、今からでも遅くはない。うん。あの、一発やったらもう4、向こう45年くらい、ま体内で爆弾を抱えている状態になるというふうにも言われてたりとかすると思うんですけど、ただその間にできることも多いわけですよ。デトックスとかもしていけばいいわけなんで、まあ、なので、 今からでも遅くはないんで、もうなんか、なんか見てみるふりというか、なんかそういうことをするんじゃなくて、ちょっとね、今からできる動き、行動というのをね、取っていけたらいいんじゃないかなというふうに思うところですね。で、まあ、そしてですね、まあ、それこそ、まあ、今の厚労省のお話もそうなんですけども、例のあれの、まあ、政伝役としてコビナビっていうのがね、まあ、あったわけですけど、それが11月30日付で活動終了宣言してるんですよ。 ま、これもですね、まあ、それこそ例のあれ、まあ、推進大臣とかもですね、その役職が、ま、丸々消えてたっていうね、あの、後継とか、そういうのはね、もう、なんていうない状態で、もう完全にその役職が消えてたっていうね、これ、これま、普通にウィキペディアとか見ればわかるわけなんですけど、まあ、それに追随するかのごとく、まあ、こういったね、宣伝役の活動とかもですね、終了するということで、これに対してめちゃくちゃ批判が集まってるんですよね。もう逃げたなと。え、一生恨まれるみたいなね。 しかも史上最大の薬害を残してお前らは解散するのかみたいなね、話もですね、非常に出ていたりとかですね、このまま逃げ切ると思っているのでしょうかっていうね、ところかなというふうに思いますし、結構ガチな話で、これらの本当の もう、んてんうかな。もう全貌というか、それを国民のほとんどが理解した時にどうなるんでしょうね。テレビに顔を出してやっていた人たちだったりとか、えー、まあそれをね、推進していたりとか、しかもまあね、アーカイブというか、まあそういったものを見ていくとですね、えー、話がコロコロ変わってる奴らがほとんどなんですよ。最初はもう絶対的な安全性があるみたいなね。で、そして、周りの人を守るためにみたいなことを言っていて、しかも、あのね、聞くんだ、みたいなね、ことを言ってたわけですけど、途中から、まあなんか、あの、 10%ぐらい効くんだっていうところから、ですね挙句の果て、今現状どういうふうに言われてるかっていうと、0.85%しか引かないんだっていう、ね、話をし始めているということで,で、すね、まあ、テキサス州が、ねまあ、提訴しているわけなんですけれども、もう本当にですね、まあ、そういうことになっちゃってるわけなんですよね。うん だから、まあ、ある意味、ですねこう本当に、まあ、逆に言うと、マジで自分で <laughs> あの情報を取っていかないと、もう本当にこれからの、まあ、日本ではですねもう生き残っていけないなって本当に思うんですよね。ちょっとした情報だけで、まあ、ぶっちゃけ生き死に決まるじゃないですか、うんまあ、極論言うとですけどね。うん ね、例えば、道が枯れていて、右側に行ったらもう谷があって、もう本当に、すぐ落ちたら死んでしまうようなね、谷があって、片方は、左側は生き残れる道だってね、あったとしても、じゃあ、例えば大多数の人とか、まあ、有名人とかね、そういった人たちが、右行った方が助かるよって言ったら、みんな右に行くみたいな、そういう社会なわけですけれども、そこに対して、自分自身に疑問を持って確かめることをしていかないと、も、え、う、ー、本当にですね、 信じたものほど、あの、死んでいくみたいなね、状態になっていくかなというふうに思いますんで、まあそういったことは本当に避けたいなというふうに思いますし、まあそれこそこれからね、生まれてくる、まあそして現在の子供たちだったりとか、そういった人たちがこれからのね、国を作っていくような立場になっていくわけなので、まあそういった人たちに負の遺産を残さないためにも、えー、僕らがですね、もう本当率先してそういったことをですね、やっていく必要もあるし、えー、ね、まあそういった え、情報をですね、ルフしていく必要があるのかなというふうに思いますので、またですね、こういった情報ありましたらですね、僕の方でも発信していきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんの判断材料に使っていただければと思います。で、今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては僕の他のですね、チャンネルなどで発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ皆さんフォローと追加チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。 というわけで今回はこの辺でお会いしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。